CGN テレビキングダムエデュケーションミュージックミニストリー担当のジョシュアソサキですえ。今日は「目標を目指す」というタイトルでお話をしたいと思います。よろししくお願いまいます。それではまず、 聖書をお読みしますピリピ人への手紙3章12節から14節までお読みしますピリピ人への手紙私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです兄弟たちよ私は 自分はすでに捉えたなどと考えてはいませんただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れひたむきに前のものに向かって進みキリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。えー、私たちミュージックミニストリー だけではなくて教会のミニストリーに携わる奉仕者全員に言えることだと思いますがまず、えー、その地域教会には各々その地域教会の、えー、なぜその地域に建てられているのか、えー、目的があると思います。そしてその地域教会の中の、えー、一つ一つのミニストリー奉仕、えー、にはそれぞれまた目的があると言ってもいいと思います。 その目的から導き出した我々は目標をしっかりと設定して特にその目標のゴール地点最終目標そこをですねしっかりと見つめる必要があるのではないかなというふうに思います。例えば陸上競技でマラソンの選手がゴールがどこかわからないまま走り出したら。 どううなるでしょペース配分もできませんし、えー、そしてどのぐらいなあのスピードで走った,り走ったらいいかそして、えー、力をですねどのようにた、えー、め込んで、えーえー、セーブしながら走っていけばいいかそういうことがさっぱりわからなくなってしまいます。ですので私たちはある意味その教会でのミニストリーにおいても最終地点目標 最終目標ゴールがどの辺りにあるかということをその一つ一つのミニストリーにおいて設定すするる必要があるのではないいいかという,ふうに思います当然私たちに与えられている戦況のその、えー、仕事ミニストリーは、えー、非常に長期にわたるそういうミニストリーであると言ってもいいと思いますがけれどもその一つ一つが、えー、例えば5年後10年後にはどのようになっているのか。 そのゴールはどこなのかそういうふうにして最終的な目標地点を決めておくというのはこのミニストリーを健全にそして有効に進めていくために必要なことではないかなというふうに思いますそれでは具体的にはどういうふうにしていけばいいでしょうか結局長期的なその視野に立って目的に もともとある教会のその地域に置かれているその教会の存在の目的そしてそこで携わっているミニストリーの目的に沿ってしっかりとした長期的な計画を長期的な目標を私たちは持つ必要があるというふうに思います。例えば年年後10年後ににこの教会に えー、バンドを作るあるいは、えー、もっと大きなビジョンになるかも分かりませんがこの教会に、えー、オーケストラを作るそのオーケストラによってあるいはバンドによって、えー、その音楽講師をできるようなそういうところまで、えー、そのミニストリーを拡大していきたいそういうふうに考えるならばそれを最終的な目標としてゴールとしてそれに向かって、えー、ただひたすらに。 一心にに進んででいいいいく必要があるのではないかなかとううふうに思います当然最終目標を高く掲げた場合にその目標に向かって進んでいく時にですねやはりその最後の最後のゴール地点だけをこう目印にして走っていったのではやはりペース配分がうまくいかないのではないかなというふうに思います。でですので我々には そのゴールへ向かうためのマイルストーンその中間地点での目印というかその小さな目標をいくつも積み重ねていくその最後の5年後あるいは10年後にはこういう状況になっている明確なそういう目標を定めたらですねそのそれ以前のポイントポイントでしっかりとその中間の 目標を定めていくということが重要になってくるのではないかなというふうに思います例えばマラソンや駅伝でもマラソンを例に出しますと5キロ地点で計測する10キロ地点で計測する15キロ、20キロ、25キロ、30キロ、35キロ、40キロ5キロごとにしっかりとしたその目印を決めてそこで タイムを計測しながらですね、まあ、練習をしたりあるいは本番そのレースの時もそのタイムを頼りにこのタイムで5キロを通過したらゴールには2時間何分でゴールできるのかそういうことを計算しながらですねあの一つ一つ一歩一歩前に進んでいくことが 必要とされていますそれと同じように我々がミニストリーあるいは協会のその奉仕で大きな目標を設定した場合にその大きな目標に向かっての5キロ地点10キロ地点15キロ地点20キロ地点はどの位置にあるのかそして何年後にその5キロ地点を通過するのか何年後に10キロ地点を通過するのか。 そういういことをですね明確に決めておく必要があるのではないかなというふうに思います。そしてそれだけではなくてそのマイルストーン5キロ地点10キロ地点、えー、もっと言うならば、えー、3年後5年後7年後10年後というふうにそのマイルストーンが置かれた目印が置かれたところを通過するときに通過するまでその 目印にたどり着くまでのその工程もですね我々は綿密に計算し計画を立てていく必要があるというふうに思います、えー、ただそのがむしゃらに走っていても、えー、そのいいタイムで42キロ195メーターマラソンを走りきることはできないというふうに思います、えー、その マイルストーン一つ一つを通過する最高最良のタイムで通過するためにはやはりその日々綿密に計画されたそして綿密にその準備された周到に準備された練習をしたりあるいはメンタルトレーニングをしたりいろいろなことをしながらそのマイルストーンを通過していくということが言えるのではないかなというふうに思います。教会での奉仕も 最終的な大きな最終目標を掲げた場合にはその一つ一つのマイルストーンを通過するためその一つ一つのマイルストーンをにたどり着くために我々は最大限の努力をしなくてはいけませんしそのためにただ肉体的な努力をするだけではなくて頭を使ってしっかりと綿密に詳細なそのプランを立てていく。 そしてそのプランを実行していくというところが必要なのではないかなというふうに思います。えー、これがスポーツであるならばほとんどの,その、えー、トレーニングであったりとかあるいはそのタイムの管理であったりとかほとんどが数字で管理することができます。けれども我々が この行っているミニストリーはなかなか数字に数値化することが難しいようなところがあるのではないかなというふうに思いますけれどもけれども我々少し発想を変えて努力していろいろなことを数値化できるところは数値化していってそのマイルストーンを達成する小さな目標をクリアしていくためにその数値の目標を立てていくということもその目印を。 きちっと通過していくために必要なことではないかなというふうに思います。例えば、五年後に十五人編成の聖歌隊、そして五人編成のバンド、そして二人のオルガニスコ、オルガニストを教会に必要とするならば。 その5年後までにどれだけのその人たちを主に導きそれだけではなくて今教会に集っている若者たちをどれだけの若者を教育訓練してそのミュージックミニスターとして立っていけるような水準まで指導していけるのか育てていけるのかということが問われてくるというふうに思います。 5年後に明確な人数であったりとか5年後に明確なその本当に具体的な状況というのがえあるならばそれをそのえーゴール地点にえ到達するまでの目印としてのマイルストーンごとにえ数値で表すこと人数で表したりえそれからえ他の数値で表すことがえ容易に 可能になってくるのではないかなというふうに思います数字が見えると我々は本当に具体的にその数字に向かって前に進んでいくことができますあの漠然としているとやはり我々の行動はどうしても漠然としましてしまいますので数値化できるものはどんどん我々のミニストリーでも数値化をしていくということを心がけていただきたいなというふうに思いますそれから もう一つはその教会で我々が行うミニストリー一つ一つにおける、えー、プライオリティというか、えー、行動しなくてはならないあるいは一番最初に考えるべき一番最初にそれを成し遂げるべきそのプライオリティ優先順位というものを間違わないで、えー、計画しそして行動していく必要があるのではないかなというふうに思います。えー、これは、えー 私も今までずっとその教会で奉仕をしてきて、えー、いろいろなところで経験したきて、えー、経験してきたことですけれども、この教会には多種多様な奉仕があって、多くのミニストリーが存在します。そして、えー、ともすればそのプライオリティ、どれをどれが一番その我々の教会にとって重要な奉仕なのかということが。 えー、あまりこう明確にされないで、えー、そのまま我々が行動しているというケースが、えー、少なからずあるかなというふうに思いますもちろん教会で行われる我々の奉仕はどれ一つとってもあこう,軽はずみにというか軽く考えて良いものはありませんカウンセリングもそうですしそれから、えー、いろいろな方々のケアホスピタリティ 全てにおいて私たちは全力を尽くして奉仕ミニストリーに関わっていかなくてはいけませんけれどもけれどもやはりその教会がその地域に建てられた一番大切なその目的そしてその我,々我々その教会がローカルチャーチが持っている最終的なゴール地点長期目標というかその長期 計画の中の最終的なゴール地点を目指していくために、どれが重要なことなのかということを明確に、我々はこう認識しておく必要があるかな、というふうに思います。例えば、五年後に十五人,人の聖歌隊を持つ教会にしたい。するんだ。ミュージック・ミニストリーに、その十五人の聖歌隊と、それから。 5人人ののバンドと2人のオルガニスト、えー、そういう人たちを必要ということであればまずそのミュージックミニストリーの今いるメンバー一人一人がそのどのようにしてそのメンバーを集めていくかということを、えー、一緒になって祈りそして考えてそして行動していかなくてはいけないということになります。あのまずそここのところが え最終的な目標を立てた場合にえその人たちを集め切るということがえ一つの優先順位としてはすごく高いところになりますのでえ例えばの話ですけれども15人のオーケストラと15人の聖歌隊とそれから5人のバンドとというような目標を立てたとしたらその人数をどのようにして集めるか。 そこが優先順位となりますですから、えー、そ,それ以外のことは当然必要なものはありますけれどもまず集まって祈る時にまず何から始めるかということをですね、えー、そのメンバー一人一人が共有してことにあたっていくということが重要なポイントではないかなというふうに思います。それからもう一つあの重要なポイントがありますが、えー、今例えばの話 15名のクワイアそして15名の聖火隊そして5名のバンドそれから2名のオルガニストを5年後に教会に持つということを目標として掲げるということをサンプルにして話していますけれども例えば今現在のその教会であったりあるいはミュージックミニストリーのその実力 あるいは人間関係であったりとかそういうことからしっかりとえその自分自身というか教会自身であったりそのミニストリー自身の実力を把握するえ言葉を変えるとその身の丈に合ったその目標を設定するということも重要になってくるのかなというふうに思います。例えば今音楽放射が2人しかいないな そういうミュージックミニストリーで5年後に100人の聖火隊を確保したいそういう目標を立ててももちろん神様が奇跡を起こしてくださってリバイバルを起こしてくださってその可能性がないわけではありませんが一つの我々がその目標を掲げる時にその大きな大きすぎる目標を掲げてそしてそれをクリアできなかった時に 落胆するということではなくて現実的に考えてそして現実的なところで祈り求めてその我々の実力よりも少し上のところでですね達成可能な最大限のところで目標を設定してそれに向けて全力で取り組んでいくということが必要になってくるのかなというふうに思います。これは大大ききななビジョン大きな夢を 幻を持たないで奉仕をするということでは全くなくて最終的な目標はものすごく大きいものでいいと思いますけれどもそこに行くまでの一つ一つのマイルストーンを考えたときにそれが現実可能かあるいはそこであまりにも現実と夢が乖離していてそこで落胆してしまって次の奉仕が続かなくなってしまうのかそのあたりのことも よく考えそしてよく祈って、えー、企画をし計画をし行動をしていただきたいなというふうに思います。それからあのすごく重要な大切なことですけれども、えー、教会での奉仕、えー、特に音楽奉仕なんかはそうですけれども楽しくやれるということがものすごく重要なポイントになってきます。 えー、これも何度も経験したことありますが教会の音楽奉仕者の中で人間関係的なトラブルが発生してすごくその、えー、音楽ミニストリー自体は、えー、本来はすごく有意義で楽しいものですけれどもその楽しさだとかそういうことがあまり感じられないでこう悶々とした中で、えー、ミュージックミニストリーを、えー、の中で奉仕をしているというそういう人たち。 を何人も知って知っていますいろいろな話を聞いて伺ったことがありますけれどもそれはミニストリーに関わる本来の姿ではないということもぜひしっかりと覚えておいていただきたいというふうに思います本当に楽しくて心のそこからそのミニストリーを楽しみながらそしてアグレッシブにそのミニストリーに関わっていくということをぜひ覚えていただきたいなというふうに思います 少しまとめますと我々はしっかりとしたより具体的で明確な目的を教会そして我々の教会でのミニストリーで持っていますそして私たちはその明確な目的に沿った形でしっかりとした目標を設定していくということが重要なポイントになってきます。そそのの目標は、多分与えられたその ミニストリー・ミニストリーのリーダー各ミニストリーのリーダーたちに与えられたその長期で長期の大きなそのビジョンえ幻があると思いますのでその大きな最終的な目標に向かって今からそのゴールに向かってえ一心に走っていくんだということを覚えていただきたいと思います。そそしてての最終的なゴールに向かって 長い距離ですけれどもそのゴールに向かっていくために我々にはマイルストーン目印が必要になってくる一気に100キロも200キロも走れない、えー、けれども5キロごとにマイルストーンが置いてあればそれを目標にしてしっかりとそこまで走っていく、えー、そういう計画の立て方ができるということを覚えていただきたいというふうに思います。それから そのマイルストーンをクリアする一つ一つのマイルストーンその目印をクリアしていくために私たちはいろいろな、えー、そのミニストリーに関わること集める人数であったりとかあるいはその経済的な必要もそうですけれども、えー、我々ミニストリー数値化するものがなかなかないと思われがちですけれどもけれども我々は知,知恵を使ってですねその数値化できるものはどんどん数値化をしていって目標を より具体的にに明確にしていくそして何よりも数値化をすることによってメンバーとその数字を共有できる共有した数字に向かって、えー、我々は一緒に力を合わせて進んでいくことができるそれからもう一つそのプライオリティを外さない優先順位を間違いない、えー、優先順位の、えー、高い方針からしっかりと行っていく。 我々割と時間がいつまでもありそうな気がしますけれども私たちがこの地上でしかも教会で奉仕ができるミニストリーに関われる時間というのは限りりがありますその限りのある時間をできる限り有効に使ってですねその教会の成長のためそして福音の拡大のために用いていく。 そのことに特化して奉仕をしていただきたいというふうに思いますそれから我々がその最終的な目標に向かって走っていくときに私たち自身のこの実力教会自身の実力ミニストリーの実力これを現実的に具体的に客観的に把握しておくということが必要になってくると思いますもちろん私たちクリスチャンは奇跡を信じる人々です なのでとんでもない奇跡がを神様が私たちに与えてくださるということはいつも期待しつつもけれどもその目の前の目標をクリアしていくために私たちは一つ一つ具体的に自分たち自身の実力を把握してそしてその実力をどん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 伸ばしていく成長させていくということに心がけていくことが必要だと,いう必要だと思います。 そして何よりもミニストリーに関わるときに私たちは楽しく関わっていく楽しく奉仕をしていくということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それでその楽しくやるためのこの重要なポイントがあるというふうに思います。いろいろな奉仕をですね最初はやはりクリスチャンになってあるいは教会で そういう奉仕を与えられてこうちょっと気合いが入ってですね、えー、責任感を持ってバリバリと、えー、や,りやり始めることができるんですけれどもやはり我々人間ですからどうしても肉体的な疲れであったりとかあるいは、ね、当然人と人との集まりですから人間関係的なことの疲れそういうものが出てきてですね奉仕、えー、が、えー、面白くなくなってきたりするそういうケースは多々あるというふうに思います。 なので我々その楽しくやるためのコツというか一番我々が考えておかなくてはいけないところポイントがですねあのやはりその教会でのミニストリー内での人間関係じゃないかなというふうに思います、えー、人と人との関係が良好だと私たちは、えー、その日々の生活も楽しくなりますしけれども反対に、えー いつも仲良かった友達であったりとかその人と人との関わりがあまりうまくいかなかったりあるいは喧嘩のような状況になったときには普段のその生活自体が何となくこう重苦しいというかつまらなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。なののででが教会で奉仕ををするときにこの人間関係を 本当にこう神経を使ってですね、配慮しつつ、良好に保っていくということが重要だというふうに思います。一番大切なところは、我々がミニストリーを行うときに、やはり、まず祈りを中心にしていくということが重要なポイントではないかなというふうに思います。何やと思われ、私たちは祈る。クリスチャンですから、お互いに祈る。 昔その私が経験したことですごくその祈りというものに必要だなと思った出来事があるんですけれども当時ある教会で音楽の指導的な立場にいましたそしてその教会でバンドを作ろうと新しくそのトラディショナルな教会でしたから バンドも何も何なくてそして、えー、賛美歌の本あるいは聖歌を使ってパイプオルガンで賛美をしている教会でしたので、えー、バンドを作って、えー、エレキギターやドラムを入れて、えー、音楽賛美をするということは、えー、ほぼ初めての状況でした。えー、最初私も若かったので 無理やりそのバンドを作ろうとしてですねやはりその教会の中の中人間関係はおかしししくなってままいました、えー、それですごく悩んだ時期があります、えー、けれどもやはりその強引に力づくでこっちは良かれと思って新しいその賛美の方法を取り入れようとしても今まで慣れ親しんだ人たちにとってはそれは、えー、やはりこう受け入れ難いものだなということも 祈りの中で導かれて徐々に分かってきましたのでまずは祈ろうとそしてある時にその反対をしておられる昔からの長老たちと一緒に祈る機会を持ちましたその機会は毎週一度集まって祈るで、その時にはもうそういう新しい賛美の話も それからそういうあのこまごました将来の計画とかは一切話さずに何やともあれ一緒に祈る教会の賛美を豊かにするもっともっと賛美の盛んな礼拝がこう豊かなそういう教会にしようというそういう思いでですね集まって祈りました。するとだんだんん 祈ってるその祈りの中で我々の,その心が溶かされてきてですね最終的にはスムースにそのトラディショナルな賛美の領域も残しつつバンドも持てるそういう教会へと変わっていきました。我々が人間関係がいろいろなその問題でおかしくなってきた時に小手先のテクニックであったりとか小手先の まあその口先のリップサービスのようなものでどうにかしようと思っても多分心の一致とはなかなか確保できないものではないかなというふうに思いますけれども我々は我々クリスチャンに与えられた特権として祈るということがありますのでお互いに一つのところに集まって心を一つにして主に祈るそのことによってお互いが本当に言葉だけではなくて。 例の領域で分かり合えてそして一致が生まれてくるんだなということをその時に痛切に感じましたですので、えー、我々がミニストリーに関わる時にそれだけではなくて特にですね音楽ミニストリーミュージックミニストリーに関わる時にこの祈りが大切になってきますので是非教会のミュージックミニストリーの指導者は まずは祈るそのこととをを中心にミニストリーを行っていいいたただきたいというふうに思いますそれからリーダーの方もこの番組を見て学んでおられると思いますけれどもリーダーは特にその自分に与えられている責任を持つことになっているそのミュージックミニストリー自分が自分のリーダーをしているミニストリーのメンバー一人一人を覚えていつも取りなしの祈りをしてください。これは あのまあ忙しかったりあるいはついうっかりしたり忘れがちになったりするかも分かりませんがけれどもリーダーはリーダーである以上そこに与えられている一人一人のメンバーに心から配慮をしていくそれだけではなくてそのメンバー一人一人のこの地上での幸せそしてその霊的な ことに関してもいつも心を押さえてですね、牧会的な配慮を持って祈っていくということを心がけていただきたいというふうに思います普通の我々その教会でのミュージックミニストリーというのは普通の商業音楽であったりとかあるいは芸術家のやっている音楽とは根本的に質の違うものです私たちは 礼拝を捧げるその音楽の中で礼拝を捧げるその礼拝の重要なその一部を任されてそれを担っているんだというそういう意識を持っていただきたいというふうに思います少し音楽ができるから教会で音楽奉仕をするあるいは音楽大学出たから教会で音楽奉仕をするというレベルではないということを覚えておいていただきたいというふうに思います、えー、礼拝を捧げる つまり神様がその場所にご臨在なさるそのただ中そこでその音楽の中で、えー、賛美の中でそこに集まった一人一人が首都の交わりを持つそのための音楽を演奏しているわけですからそのための音楽を提供しているわけですからこれはどれだけその礼拝においてあるいはその、えー、全てにおいて 責任の重い仕事かということをですね自覚して、えー、奉仕にあたっていただきたいなというふうに思います、えー、何やともあれ祈って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 奉仕をしていただきたいなというふうに思います、えー、それともう一つその祈りに、えー、付け加えてですね、えー、リーダーに必要なことがありますそれはいつもみこ言ばに触れていただきたいなというふうに思います えー、毎朝聖書を読んでいただきたいというふうに思います、えー、できる限り多くたくさんの時間を見言葉に触れていただきたいなというふうに思います、えー、残念ながら日本ではフルタイムでミュージックミニストリーに関わる、えー、そういうスタッフは、えー、ほとんどいません、えー、皆さん、えー、普通の仕事を持っておられそしてその忙しい仕事の中で 教会に集い音楽の練習をしたりあるいはそういうミュージックチームのメンバーに牧会的な配慮をしながら、えー、貴重な時間を割いて音楽奉仕をしているミュージックミニストリーに関わっている人たちがほとんどです。特にリーダーはそうじゃないかなというふうに思います。けれどもやはりそのミュージックミニストリーを牽引していくためにリーダーにとって必要なことは先ほどの祈りもそうですが それだけではなくて、御言葉に使える、御言葉に聞く、えー、そのことを、えー、実践していただきたいというふうに思います。できれば、朝早く起きて、まず、えー、聖書を開いて、何章か読んでいただいてですね、そしてデボーションをして、そして賛美をして。 個人的なそういうデボーションの時間個人的な礼拝の時間をしっかりと持っていただいて礼的に恵まれて恵まれてそして、えー、リーダーとしての務めを果たしていただきたいなというふうに思います、えー、それだけではなくてですねこの朝早く起きて聖書に親しむ聖書の御言葉に触れるということは、えー、その多分そのミュージックミニストリーだけではなくて、えー、ご自身の ビジネスであったりお仕事であったりそういうものにもものすごく、えー、いい影響があると信じています霊的に恵まれた人が社会で恵まれていくということはこれは当たり前のことだというふうに思います、えー、聖書はしっかりとそのクリスチャンに繁栄を約束してくださっていますので、えー、それも含めて大胆に 祈り求め、そして聖書に聞いていただきたいなというふうに思います、えー。日本にはもっともっと豊かな賛美が必要です。もっともっと豊かな礼拝が必要です。ぜひ一緒に手を取り合って、力を合わせて前進していきましょう。よろしくお願いいたします。